京セラドーム大阪からお伝えしてまいります。パシフィックリーグ、ライオンズマウンドに上がるのは先発の高橋光成。どう立ち向かっていくのか注目です。バッターは牧。昨日のゲームでは無安打に終わっています。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球打ち、この打球は落ちそうだ。ヒットになった。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー1塁です。今日これがプロ入り初打席となる水口、ヒットでランナーを1塁に置いています。さて好調バファローズはここまで連勝を伸ばして首位です。一方のライオンズは2位と首位を追いかけています。ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたいですよね。なるほど、そうですね。取りました。送りバント失敗。バッターは注目のルーキーブライアント。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。ランナー引っ張った、取った、セカンド送球、セカンドフォースアウト。バッターは DH 小栗。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。ゲッツー崩れでランナー残りました。こういうクイックがうまいピッチャーっていうのがランナーとしては一番走りにくいんですよね。ああそうですね。切りました、ファウルボールです。引っ張った、ファーストを取った、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがバファローズ得点はありませんでした。2回の裏バファローズの攻撃、バッターはドレイパー。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。バファローズ0対0で迎える2回の攻撃です。さあ赤星さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね、やはりまずは先制点だと思うのでここは塁に出たいですよね。そうですね。インコース詰まりました。ここはフライになっています。ピッチャーが構えます。取ってワンアウトです。バッターは注目のルーキー鈴木。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。高橋光成、まずは先頭バッターを打ち取って初球打ち、さあどうだ、このフライはどうだ、落ちるか、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー2塁となりました。さあそして打席には多田入ります。さあ先制のチャンスです。ここはぜひとも先制して試合を優位に進めたいですよね。なるほど、そうですよね。インサイド落ちました。ヒットになった。三塁へ送球する。三塁はセーフ。チャンスを広げていきます。ランナー三塁一塁となりました。さあそしてバッターボックスには新井入っています。1打席目からチャンスで回ってきましたね。勝負強いバッターですからやってくれるんじゃないでしょうか。さあ引っ張った、高いバウンド、山川一塁そのまま入ってアウト。バファローズ1点を先制しました。アウトの間に得点、1対0。バファローズ試合の主導権を握ります。さあそして打席には山下入ります。さあ2アウトにはなりましたがなおもチャンスは続きます。バッターの山下、今シーズン得点圏での打率は5割4分。打った、スタンドには届きません。二塁へ送球する、セカンドランナーホームイン、タッチしてスリーアウトチェンジ。しかしこの回バファローズ先手を取りました。2回終わって2対0。赤星さん、先に試合の主導権を握ることができました。そうですね、ここはビッグイニングを作るつもりで攻めたいところですよね。はい、一気に大きな波を作れるか注目です。打ちました、伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点、入った入った、ソロホームランが出ました。素晴らしい一振りでした。低めでしたがしっかり引っ張った当たりはスタンドまで届いています。追加点が入りました。オリックスバファローズ3対0。見事な一発が飛び出しました。その打席には2番バッター水口。バファローズホームランで追加点を挙げています。赤星さん、着実に得点を重ねていってますよね。そうですね、こういった積み重ねができると勝ち星につながりますからね。そうですね。
っとすっぽ抜けた感じです。2球目は何で来るか。ボールになります。ボール先行です。打ちました。切れました。ファールボール。ツーボールワンストライクです。打ちました。これはどうか。センターに抜ける。これで4試合連続安打。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターは今日 DH に入っている小栗。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。打った。右中間に強い打球。ライトセンターバック入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。これで5試合連続のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ5対0。主砲の一振り。5番バッタードレイパー。バファローズホームランで得点を挙げています。初球ボール。2球目打ちました。この打球はフライになっています。外崎が掴んでツーアウト。打順は6番鈴木。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど。組み立てのポイントになってきそうですね。切れていきます。ファウル。インサイド落ちました。レフトに強い打球。この当たりはどうか。レフトオーバーのヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。ツーアウトランナー二塁。バッターボックスの羽田、今シーズンの得点圏打率は6割飛んで2厘となっています。いや、すごい勝負強さですよね。こういうバッターがこの打順にいるのはチームの強み。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。バファローズ1点追加します。6対0になりました。バファローズなおもチャンスです。さあ、バッターは新井。ここで打点を挙げれば今シーズン120打点目になります。インサイド落ちました。これはどうだ。一塁を送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。これから4回の裏バファローズの攻撃です。さあ、マウンドに上がったのは大石。今シーズン9試合目の登板です。さあ、赤星さん、ここでリリーフを送ってきました。そうですね。まあ、ここはじっくり初球打ち。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。今日もマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。打順はトップに帰って牧。先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね、一発打ってリードもしてますんで余裕を持って打席に立ててる。引っ張った。ショート取った。一塁へ。アウト。ワンアウトです。さあ、バファローズ追加点のチャンスを迎えています。ここで中押しできればさらに試合を優位に進められますからね。なるほど、そうですね。まあ、初球打ち。ショートが抑えた。一塁アウト。ランナーは変わらず二塁です。さあ、そしてバッターボックスにはブライアント入っています。さあ、ツーアウトながらなおもチャンスは続きます。ここで追加点が取る。高め打った。ボテボテの当たり。ファーストが抑えた。一塁アウト。これで3アウト。ランナー出ましたがバファローズ得点には至りませんでした。赤星さん、ここまでの展開ご覧になっていかがですか。まあ、点も取れてますし、今日は打線のつながりが非常にいいですよね。そうですね。この後も追加点のチャンス多くありそうです。引っ張った。取りました。アウト。ワンアウト。バッターボックスは5番ドレイパー。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。まずはワンアウトを取っています。さて、今日のライオンズの先発は打ち込まれて交代した高橋光成。今日はベンチの期待を裏切ってしまう結果となりました。
よく見極めましたね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。打ちました。これはどうか、取った。一塁送球はどうか。これで3試合連続安打。ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスには6番鈴木。今日はここまでマルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですよ、ね、打ちました。伸びていく。どうだ、入れば貴重な追加点。ポール際切れました。入っていれば貴重な追加点というところでした。2球目打ちました。これはどうか。この打球は落ちるか。どうだ、ワンバウンドヒットになりました。2塁へ送球、2塁アウト。バッターボックスは7番加田。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね、はい、さっきのタイムリーで乗ってると思うんで、ここも期待できるんじゃないですかね、はい、このインサイドレフトへ打球伸びる。ここは打ち上げています。栗山が掴んで3アウトです。6回の裏バファローズの攻撃。バッターボックス新井。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。バファローズ同点で迎える。打ちました、いい当たりだ。伸びていく。そのままスタンドに入りました。勝ち越しのホームランです。オリックスバファローズ、これがチーム3本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。バファローズ勝ち越し、7対6。鮮やかなホームランを見せてくれました。この回1点リードに変わります。バッターボックスは9番山下。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。うん、そうですね。そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。ここはフライになっています。ピッチャーが落下点に入ります。大石が抑えています。ワンアウト。打順は1番に帰ります。バッター牧。今日はホームランを放っています。ワンアウトになっています。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。打ちました。ヒットになった。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー1塁となりました。バッターボックスには代打の大石。赤星さん、ここで代打を起用してきました。まあ、この先の展開を楽にするためにもこの場面で点を取りに行くということでしょうね。そうですね、この起用に応えたい。これが1球目。打った、伸びていく。どうだ、入れば貴重な。ポール直撃、ツーランホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ9対6。ここいバッターボックスブライアント。バファローズホームランで追加点を挙げています。打ちました。これもいったか。ライトが下がっていく。入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。オリックスバファローズ10対6。らしいホームランを見せてくれました。バッターボックスには指名打者の小栗。バファローズホームランで得点を挙げています。最初は変化球できました。低めに外れてボール。ここはストライクゾーン内のボールは積極的に打っていくカウントですね。なるほど。3球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット。ワンアウトランナー1塁です。バッターボックスドレイパー。先ほどの内野安打はしぶとかったですよね、はい、バッターの足が速いと守ってる野手にもプレッシャーがかかりますから、それがミスを誘ったりするんですよね。そうですよね。バファローズこの回7人目のバッターに打った。大きな打球になった。ライト下がっていく。入りました。ホームラン。ツーランホームラン。これで3試合連続のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ12対6。見事な一発が飛び出しました。6番バッター鈴木。バファローズホームランで得点を挙げています。
初球打ち、わずかに左に切れました、ファールボール。打った、レフトに大きな打球、レフト下がっていく下がっていく、フェンス直撃、打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー二塁となりました。バッターボックス羽田、相手に流れが傾かないようにこのチャンスをしっかりものにしておきたいですよね。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。ファウルになります。これが2球目、変化球にバットが空を切ります。ストライクを先行させていきます。追い込みました、豪快なスイング打ちました。弾き返した打球はセンターへ、センター掴んで2アウト。打席には1番バッター新井、先ほどの打席では勝ち越しとなるソロホームランを放っています。一発欲しい時に打ってくれましたよね。真ん中打ちました、ファウルになります。バッターの新井、今シーズン得点圏での打率は5割8分4厘となっています。素晴らしい数字ですよね。非常に勝負強いバッターですよね。打ちました、ヒットになった、セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。ライト前のタイムリーヒット、13対6、バファローズリードを7点に広げています。バッターボックスには9番山下、これが初球、ランナースタート、キャッチャー送球して、ナイスチーム、成功です。点差があるんであまり警戒もされてなかったでしょうね。なるほど、そうですよね。落とした、これは空振りです。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか、ファウルになります。高め打ちました、センターの前に落ちました、三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。センター前のタイムリーヒット、14対6、バファローズちょっと一方的になっています。打順はトップに帰って牧、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。高めのボール、これはどうだ、平井一塁へ、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回バファローズ貴重な得点が入りました。赤星さん、点差を離している展開ですが、この後の回どのような戦い方が必要ですか。確かに点差はありますが、1点でも多く追加点を取りたいところですよね。なるほど、攻撃の手を緩めずということですね。あっという間に2ストライクです。打った、この際抑えて一塁アウト、バッターは3番ブライアント、先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。一発打ってリードもしてますんで、余裕を持って打席に立ててるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。平井、まずは先頭バッターを打ち取っています。2アウトになりました。バッターは DH 小栗、前の打席のヒットはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。はい、バットが触れてますよね。いいスイングしてると思いますね。打った、内野を抜けていきます。これで3安打猛打賞、2アウトランナー1塁、バッターは5番ドレイパー、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。インサイド落ちました、この打球は落ちそうだ、ワンバウンドヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。今日も3安打猛打賞、ツーアウトランナー三塁二塁、バッターボックスは6番鈴木。大きくリードしてますけど、手を緩めずどんどん攻めたいですね。さあ終盤でこの点差ですが、まだまだ攻撃の手を緩めません。バッターボックスには代打の粟口、まあここでさらに点差を広げておきたいですよね。今のは打ちに行ってほしかったですよね。1打席での結果を求められているわけですから。打ちました、セカンド取った、一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたが、バファローズ得点には至りませんでした。
8回の裏、7番から始まるバファローズの攻撃。バッターは羽田。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はいい当たりだったんですけどね、バットは触れてるんで今度は何とかしたいですよね。期待しましょう。バファローズ攻撃が噛み合い、大量リードで8回の攻撃に入りました。リードはしてますが点を取られたんですぐに取り返しておきたいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。インサイド落ちました。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。打順は8番新井。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。ここも思い切っていってほしいですね。そうですね。ヒットでランナーを1塁に置いています。ファーストランナースタート。キャッチャー2塁送球する。タッチアウト。盗塁失敗。引っ張った。外崎。ツーアウトになりました。9番バッター山下。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。初球打ち。このフライはどうだ、落ちるか。中村。これが今日4本目のヒット。ツーアウトランナー1塁。打順は1番に帰ります。バッター牧。今日はホームランを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。バッターボックスには代打のデイビス。まあここはしっかりつないでいきたいですね。さあ初球は何か。引っ張った。取った。一塁送球。一塁アウト。スリーアウトです。ランナー出ましたがバファローズ。試合を制したのはオリックスバファローズです。札幌ドームからお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦、北海道日本ハムファイターズ対オリックスバファローズの14回戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？そうですね、僕は一番は表情ですかね。一番表情に出やすいと思いますね。豪快なスイング打ちました。打球はセンターへ。西川抑えてワンアウト。バッターは水口。前回のゲームでは無安打に終わっています。まずはワンアウトを取っています。
打ちました。高いバウンド、ショート前に来る渡辺、これがプロ入り初ヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターは注目のルーキーブライアント。前回のゲームはホームランを含むマルチ安打を記録しています。ホームランが出たということは状態がいいんでしょうね。そうですね。さあここも期待がかかります。ヒットでランナーを一塁に置いています。マウンド上走ってきた、キャッチャー送球して盗塁成功。これでワンヒットで先制されてしまいますね。やはり足打ちました。大きな打球になった。さあどうだ、右中間破っていきました。セカンドランナーホームイン、バファローズ1点を先制しました。右中間へのタイムリーヒット、1対0。序盤から先手を取られています。バッターボックスは4番小栗。ファイターズこの回1点を失っています。さあ先制点を奪われて、なおも得点圏にランナーを背負います。さあここはしっかり抑えておきたいところ。引っ張った、これはどうか、飛びついて掴んだ、アウト。スタンドのファンからも歓声が届きます。さあそして打席にはドレイパー入ります。さあ2アウトにはなりましたが、ピンチは続きます。まあこの点差を保打ちました。ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン、バファローズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、2対0になりました。ファイターズこれで2点ビハインドとなりました。バッターは金村。ファイターズ初回から相手打線に捕まっています。小宮山さん、不安の残る立ち上がりとなっていますよね。本来のピッチングとはちょっと違いますよね。打った、大きな打球になった。レフトバックする、バックする、レフトオーバー。ファーストランナー3塁回ってホームを狙う、ホームに送球、ファーストランナー一気にホームイン。バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、3対0。ファイターズなおもピンチです。バッターボックスの鈴木、今シーズンの得点圏打率は5割8分4厘。引っ張った、サード取った、一塁送球します。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回バファローズ鮮やかな攻撃で先に点を取りました。3対0。2回になります。バファローズの攻撃、バッターは注目のルーキー粟口。今シーズンここまでホームランは36本。さて打ちました、ヒットになった。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、初球に強いバッターですから、入り方には気をつけたいですね。ああなるほど、やはりバッターの特徴をついた攻め方ということですね。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。うん、そうですか。さあ打ちました、センターへ打球伸びる、この打球はフライになっています。センターが取りました。さあバッターは大石。この打席でホームランを放てば今シーズン70本。走ってきませんね。さあ2球目は何か、打った、センターに大きな打球、センターバック、センターバックする、ボールはそのままフェンスに直撃。バッターランナーは2塁到達、これで7試合連続安打。ワンアウトランナー3塁2塁。さあそしてバッターボックスには水口入っています。さあランナーを得点圏に背負っています。序盤でリードされている分、ここは離されないようにしないといけませんよ。なるほど、そうですよね。ファウルになります。次が3球目、打ちました、これはどうだ、ホームに送球、サードランナーホームイン、バファローズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、4対0。ファイターズなおも三塁一塁のピンチです。ここはこれ以上離されないように注意したいですよね。まあ、勝負強いバッターを迎えてますから、しっかりと自分のピッチングをすることですね。そうですね。さあ気をつけていきたいブライアント、バッターボックスです。ノーボールツーストライクです。ファウルになります。まあ、次もスライダーでいいかもしれませんね。なるほど、高め大きく外れました。まあ、バッター追い込まれてるんで手を出してきますよ。ボール気味でいいです。打ちました、ここは打ち上げています。セカンドが構えます、掴んで2アウトです。
さあそして打席には小栗入ります。さあ2アウトながら得点圏にはランナーが残っています。まあこのままの点差で回を追われるようにしっかりインサイド打ち上げました。弾き返した打球はライトへ、太田が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ1点を追加しています。4、3回の表、小宮山さん大きく失点してしまいましたが、ここからぜひ持ち直してほしいと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、もう本当にこれ以上真ん中打ちました。ファウルゾーン切れそうです。ファウルになります。打ちました。大きな打球になった。この当たりはどうか、センター深いところを破っていきました。これで4試合連続のマルチヒット、ノーアウトランナー2塁です。さあファイターズ得点圏にランナーを背負った場面です。ここはきっちり抑えて次の回に繋ぐ。初球打ち、高い打球レフトが追いかける、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで今日3打点。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ファイターズ追加点を許します。6対0になりました。ここで一発を浴びてしまいました。その際一気に6点と突き放されました。バッターは7番鈴木。最初は変化球できました。得意のボールでストライクを取りました。真ん中へ、ノーボールツーストライク。ファウルになります。ボールになります。変化球空振り、まず一つアウトを取りました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、存在感のあるバッターですけども、逃げずに思い切って攻めていく。インサイド落ちました。これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。まずはボールから入りました。次が2球目、打ちました。これはどうか、ショートの左抜けました。バックホームする。これで3試合連続安打、ワンアウトランナー三塁一塁、一塁牽制、一塁はセーフ。見送ってまずはストライクです。バッターの大石、今シーズン得点圏での打率は5割1分、打った、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてセンターオーバーのヒットになりました。サードランナーホームイン、バッターランナーは2塁でストップ。バファローズ1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、7対0、ファイターズなおも3塁2塁のピンチです。初球ボール、2球目打ちました。さあどうだ、ヒットになった。セカンドランナー3塁回ってホームを狙う、セカンドランナーも今ホームイン、バッターランナーは2塁でストップ。バファローズが突き放します。9対0、ファイターズもうこれ以上点はやれません。ここは当然という交代でしょうか。ファイターズピッチャーを変えます。左バッターが続く場面でマウンドに、さあマウンドを任されたのはクモン、今シーズン35試合目の登板です。さあ小宮山さん、ここで変えてきましたね。まあ、これ以上点をやれないということですよね。そうですね。さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁一塁。バッターボックスには指名打者の小栗、先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席あわやというような大きい当たりでしたよね。ここは長打を警戒しておいた方がいいでしょうね。はい、そうですね。ヒットでランナー二塁一塁。まあ次は釣り玉でもいいですね。なるほど。さあ何を選択、打った、大きな打球になった、スタンドには届きません。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、10対0、ファイターズもうこれ以上点はやれません。打席には5番バッタードレイパー、今日はここまでマルチ安打を記録しています。
もう打たせてはいけませんよね。これ以上バッターを乗せるわけにはいきませんからね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。バファローズ、この回は打者一巡の猛攻となっています。打ちました。痛烈な打球、下がっていく、下がライトポール際、判定はファウル。ワンボールツーストライクです。外へのスライダー、ここは見極めています。惜しいですね。いいボールでしたけどね。はい、インコースわずかに外れてボール。これで際どいが、あっとファーボールです。これでワンアウト満塁、ピンチを迎えます。悔しさがにじみ出ます。これ本当にもったいないですけどね。はい、初球打ち、ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った。サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。追加点が入りました。オリックスバファローズ、センター前へのタイムリーヒット。打席には7番バッター鈴木。これはどうだ、取った、一塁を送ります。サードランナーホームイン、バファローズ1点追加します。タイムリー内野安打、13対0。ファイターズ、もうこれ以上点はやれません。バッターボックスは8番阿波口。今日はここまでマルチ安打を記録しています。いや、今度こそ抑えないといけませんね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。早くも先発全員安打です。小宮山さん、ちょっと打たれすぎですよね。もうちょっと何か対応できたと。引っ張った、打球はライトへ、ここはフライになっています。最後はライトフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズツーランホームランで得点を追加。回は4回の表に入っています。バファローズの攻撃、バッターボックスは9番山下。先ほどの打席でヒットを放っています。ファイターズ、厳しい展開で中盤4回を迎えています。これで3試合連続のマルチヒット、ノーアウトランナー1塁です。打順はトップに帰って大石、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。引っ張った、弾き返した打球はレフトへ、この打球はフライになっています。レフトが取りました。2番バッター水口、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども。はい、あっとデッドボールだ、当たってしまいました。やはり痛めました。しばらくお待ちください。どうやら大丈夫のようです。プレーが再開できるということで今戻っていきます。打順は3番ブライアント。前の打席いい当たりを飛ばしてましたよね。ここは慎重に行った方がいいでしょうね。そうですね。デッドボールのランナーが出て2塁1塁となっています。この球は見送ります。真ん中打ちました、ワンバウンドヒットになりました。三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。ライト前のタイムリーヒット、14対0。ファイターズ、もうこれ以上点はやれません。バッターは DH 小栗、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、そう、引っ張った、取った、ホームに送球する、本塁タッチはアウト、一塁はセーフ、ゲッツーは取れません。打順は5番ドレイパー、前の打席ではファーボールを選んでいます。ツーアウトランナー一塁二塁です。ここはバッター甘いボールを打ってきますよ。なるほど、さあキャッチャーどこに構えるか。ワンボールツーストライク、空振り、ここはランナーを変えさせません。スリーアウトチェンジ。しかしこの回バファローズ1点を追加しています。14対0。小宮山さん、ここでこれ以上離されるといよいよ逆転が難しくなってくると思うんですが、いかがですか。そうですね、もうブルペンのピッチャーがここから大事になってきますね。そうですよね。ファウルです。打ちました、打球は切れてスタンドへ入りそうだ。これは三塁側のスタンドに入ります。ツーストライクです。打ちました、ストレートに詰まってワンアウトとなっています。打順は7番鈴木。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。さあ、ここはどういった攻め方をしてくるか。
ツーアウトです。8番バッター阿波口、先ほどの打席はライトフライに倒れています。いや、アウトにはなりましたけど、いい当たりでしたから、ここは注意した方が。打った、取りました。スリーアウトチェンジ。この回バファローズ3人で攻撃を終えています。バッターボックス山下、ここはさっき打たれたスライダーの使い方には注意したいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。三遊間抜けていきます。これで2試合連続の猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。打順は1番に帰ります。バッター大石、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。この球は外れています。ボール先行です。打ちました。これはどうか、ショートの右抜けました。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー2塁1塁。ファイターズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは、さあマウンドに上がったのは金子千尋、今シーズン21試合目の登板です。バッターボックスには代打の栗。小宮山さん、ここは踏ん張りたいですね。これ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。初球打ち、ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。ライト前のタイムリーヒット、15対0。打席には3番バッターブライアント、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、今度はきっちりと抑えたいですね。そうですね。低めの変化球空振り。3球目は何で来るか、ファウルになります。これが4球目。打ちました。ここは打ち上げています。中田抑えてワンアウト。バッターボックスには指名打者の小栗、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ワンアウトになっています。引っ張った、ライトへ打球伸びる。さあバックホームするか、抑えます。タッチアップ、送球する。サードランナーホームイン。バファローズ1点追加します。犠牲フライを決めてきました。ファイターズもうこれ以上点はやれません。バッターボックスには5番ドレイパー。いきなり牽制、ランナー挟まれた。二塁タッチはアウト。しかしこの回バファローズ2点を追加しています。ゲームは7回の表です。バファローズの攻撃、5番バッタードレイパー。ファイターズ厳しい展開で終盤7回を迎えています。初球打ち、中田取って、一塁そのまま入ってアウト。バッターボックス金村、今日はホームランを放っています。金子千尋、まずは先頭バッターを打ち取っています。これも初球打ち、これは浅いフライ、ヒットになった。これで8試合連続安打。ワンアウトランナー1塁です。バッターボックスには7番鈴木、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。初球ボール、次は厳しいところに決めてカウントを整えたいですね。なるほど、そうですか。これが3球目、打ちました。左中間に大きな打球、この当たりはどうか、真ん中を破りました。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット、ワンアウト3塁2塁です。初球ボール、バッターボックスの阿波口、今シーズンの得点圏打率は5割6分5厘となっています。さあ3球目は何か、ファウルになります。打ちました、痛烈な打球、切れました、ファウルボールです。今のはちょっとヒヤッとしましたね。そうですね。
引っ張った、ファーストを取った、一塁そのまま入ってアウト、タッチしてダブルプレイ、チェンジ、ランナー出ましたがバファローズ得点には至りませんでした。8回の表バファローズの攻撃、バッターは9番山下、先ほどの打席でヒットを放っています。ファイターズ厳しい展開で8回を迎えました。あっという間に2ストライクです。次が3球目、打ちました、浅いフライ、ここはフライになっています。3球目打っていきましたがセンター掴んでワンアウト、打順はトップに帰って大石、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。まずはワンアウトを取っています。しっかり捉えた、レフト下がっていく下がっていく、ボールはフェンスまで到達しました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで7試合連続安打、ワンアウトランナー2塁となりました。打ちました、ショート取った、一塁へ、アウト、ツーアウト。バッターボックスには3番ブライアント、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトになっています。ちょっとタイミングはずれました、打ちました、これはどうだ、破りました、センター前、セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。センター前のタイムリーヒット、ファイターズもうこれ以上点はやれません。バッターは DH 小栗、先ほどの打席で犠牲フライを放っています。初球打ち、ファールグラウンドへのフライです。最後はファールグラウンドで掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ1点。小宮山さん、状況的にはかなり厳しいと思うんですがいかがでしょう。援護がないのはかわいそうですけど、もうあとはゼロで抑えて打線の奮起を待ちたいですね。そうですよね、野球は最後までわかりません。初球打ち、高く上がった、これはどうか、右中間真ん中破りました、一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました。これで3試合連続の猛打賞、ノーアウトランナー二塁です。さあマウンドを任されたのは生田目、今シーズン13試合目の登板です。初球は何で来るか、これも初球打ち、セカンド取った、一塁へ、一塁アウト、ワンアウトランナー三塁となりました。7番バッター鈴木、先ほどはツーベースを打ってますから、ここは警戒しているでしょう。また初球、サードが抑えた、一塁アウト、ランナー三塁はそのままです。バッターボックスは8番川口、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトになっています。高めに大きく外れています。インコース、これは外れます。センターへ持っていった、これは大きいぞ、頭上を破っていく、サードランナーホームイン、ボールは中継、バッターランナーは二塁到達、バファローズ追加点を挙げました。ファイターズさらにピンチが続きます。打席には9番バッター山下、まず何を投げてくるか、初球変化球にタイミングが合いませんでした。ジャストミート、ぐんぐん伸びる、落ちた、ヒットになる、中継にボールが送られる、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。バファローズ追加点、ファイターズなおもピンチが続きます。打順は1番に帰ります、バッター大石、さっきツーベースを放っていますからね、ええ、ここはより慎重にいってほしいですね。そうですね、ストレート打った、ショート正面取った、一塁送球、一塁アウトでスリーアウト、しかしこの回バファローズ2点を追加しています。残念ながら日本ハムファイターズ敗れてしまいました。
小宮山さん、投打ともに内容の良くない試合と残念ながらなってしまいました。ご覧になっていかがですか。でもそんなに言うほど悲観することもないのかなというような感じしますけど。そうですか、まあ、そのあたりね、明日からの修正回復に期待したいと思います。勝ったオリックス。札幌ドームからお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦、北海道日本ハムファイターズ対オリックスバファローズの15回戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞ。西さん、1番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか。そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるような、そんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。カーブ、すくい上げた。ここはフライになっています。ショートに任せます。取ってワンアウトです。バッターは水口。昨日のゲームで猛打賞を記録しています。しっかり勝利に貢献しましたよね。はい。さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。上沢、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上、上沢、そしてキャッチャーは石川。このバッテリーをバファローズ打線がどう攻略していくか。バッターは注目のルーキーデイビス。現在のホームラン数はリーグ3位となっています。2アウトランナーありません。この回の上沢、4球で2アウトにしています。そうですね、まあ理想的な投球。これはいけません。デッドボールです。バッターボックスには指名打者の小栗。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。引っ張った、中田、一塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたが、さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあやはり一発を警戒するリードになりますかね。基本的には低め中心に攻めたいですよね。なるほど。やはり打ちました、痛烈、切れました、ファールボール。この低いボールは外れます。ここはバッターが狙いを絞ってくるでしょうね。なるほど、そうですか。落ちるボール、空振り、追い込まれました。ワンボールツーストライクです。打った、さあどうだ、フェンス直撃。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これでシーズン最多安打記録を更新しました。ノーアウトランナー二塁です。抜けたような感じになりました。大きく外れます。引っ張った、取った、一塁そのまま入ってアウト。さあそしてバッターボックスには金村入っています。彼はこういった場面では警戒すべきバッターですね。さあワンアウトになりましたが、まだピンチは出していません。まあやはり先制されるのは。打った、大きな打球になった。この当たりはどうか、左中間を深々と破るヒットになりました。サードランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点を先制しました。
左中間へのタイムリーヒット1対0序盤から試合が動いていきます。さあそして打席には鈴木入ります。さあなおもピンチの場面。まあ勢いづかせると厄介ですから、ここは無失点で切り抜けないといけませんよね。なるほど、そうですね。引っ張った、レフトの前に落ちる、ホームに送球する。ファイターズさらにピンチになりました。ランナー三塁一塁となりました。ここは三振を取りたいですよね。なるほど、さあどういうリードを。初球打ち、この打球はフライになっています。取ってツーアウトです。まあここは打ち損じで助かりましたね。ええー、でもまあ次のバッターはチャンスに強いですからね。ここでのコントロールミスは許されないでしょう。初球打ち、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。三塁タッチもセーフ。バファローズ1点追加します。ライト前のタイムリーヒット、2対0になりました。ファイターズこれで2点ビハインドとなりました。さあそしてバッターボックスには水口入っています。さあピンチは続いています。2球目は何で来るか。引っ張った、伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加、入った、ホームラン、スリーランホームランが出ました。これがプロ入り初のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ファイターズ追加点を許します。5対0、ここで一発を浴びてしまいました。3番バッターデイビス、先ほどの打席はデッドボールでした。ファイターズこの回先制点を与えています。里崎さん、ちょっと苦しいピッチングが続いてますね。まあ本来の調子からは程遠い出来だと思いますね。ああなるほど、ベンチはこれをどう判断。打ちました、高く上がった、これはどうか、ボールはそのままフェンスに直撃、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3連打、ツーアウトランナー二塁。いいコースですが外れています。バッターの小栗、今シーズン得点圏での打率は5割4分8厘となっています。低めのいいところにチェンジアップが決まります。追い込みました、空振り、ここは空振りでアウトを取りました。セカンドランナーは残塁に終わっています。しかしこの回バファローズ見事な攻撃でした。5対0、バファローズ先制。里崎さん、大きく失点してしまいましたが、ここまでの投球ご覧になっていかがですか？そうですね、今日はストレートがあまり良くないですからね。まあこれが決まらないとちょっと苦しいピッチングになるかもしれませんね。そうですよね。打ちました、さあどうだ、ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。高めのボール、ヒットになった、三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。センター前のタイムリーヒット、6対0になりました。ファイターズもうこれ以上点はやれません。バッターボックスは7番金村、先ほどの打席で先制となるツーベースヒットを放っています。いやー痛いタイムリーでしたよね。はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。ボールになります。平行カウント、ランナースタート、ヒットエンドラン、この打球は落ちそうだ、レフトが追いかけますが頭を越えました。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う、ホームに送球、ファーストランナー一気にホームイン、バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、7対0、ファイターズなおもここは当然という交代でしょうか。ファイターズピッチ、さあマウンドに上がったのは生田、今シーズン14試合目の登板です。昨日今日と連投ということになりました。さあインサイド落ちました、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット、8対0、ファイターズもうこれ以上点はやれません。打順は9番山下、最初は変化球持ってきました、ストライクです。
打った、センターに強い打球、伸びていく、どうだどうだ、スタンドには届きません。バッターランナーは二塁到達、これで5連打、ノーアウトランナー三塁二塁です。さあバッターは大石、この打席でホームランを放てば今シーズン70本。バッターボックスの大石、今シーズンの得点圏打率は5割2分1厘となっています。